始まるよ。再生ありがとうございます。こんにちは、ゆちゃんです。今日はエスポルールのコンシーラー&ハイライトのハイライト2色をレビューしていきたいと思います。はい、ということで今回はこちらエスポルールから出てるコンシーラー&ハイライトのハイライトの方を2色レビューします。こちらのシリーズはですね、コンシーラーがこうダーッとあって、そこのね脇の方にちょこっとハイライトが2色並んでる感じで、まあ皆さん見たことがあると思います。とこれのシリーズのコンシーラーは実は持ってるんですけど、ちょっとあんまり良くないかなって個人的には思ってて、コンシーラーが水っぽい感じだったので、逆にハイライトになれば結構いい仕事するんじゃないかなって思って、今回はハイライトから出てる2色のカラーをどちらも買ってきてみました。はい、ということでまずカラー展開を紹介します。まずこちらがパールホワイト、そしてこちらがパールピンクのカラーになってます。では早速パールホワイトからレビューしていきたいと思います。パールホワイトは肌に明るさをプラスっていう風に書いてあります。そしてここに日本製っていう風に書いてあります。開けてみるとこういうチップタイプのねハイライトになってるんですね。ただの白っていう感じですね。パールとかラメがね入ってないです。でこれ伸ばしてみますね。あ、テクスチャーはなんかコンシーラーよりちょっとなんか硬い気がしますね。あー、でもなんかそんなに広がりすぎず、広げてもしっかりとこう白いままなので、伸ばしていっちゃうと肌と馴染んでもう塗ったか塗ってないか分かんなくなるようなものあると思いますけど、これはしっかりとちゃんと白くとどまってくれてます。はい、次にこちらパールピンクのカラーです。パールピンクもここに肌に明るさプラスという風に書いてありますね。開けてみるとこういう感じですね。結構これもなんかしっかりめにピンクって感じですね。まあ肌なじみは良さそうなんですけど、結構ピンクです。伸ばしてみると、あ、これも結構トーンアップする感じだけど、あの肌に血色感も与えてくれそうな感じですね。でどちらにもねパールとかは入ってないです。はい、照明を消してみるとこんな感じです。こっちがパールホワイトでこっちがパールピンクです。はい、ではまず最初にパールホワイトから実際に顔に塗っていきたいと思います。こちら2色の比較をしたいので、こっち側にパールホワイトを塗って、こっち側にパールピンクを塗っていきたいと思います。ハイライトなので、このここら辺と C ゾーンと顎先結構白いんですね。あ、でもなんか結構いい感じ。あ、なんか乗せすぎた感があるな。なんか意外と結構テクスチャーは固めですね、乗せてみると。なのでしっかりめに色が入ります。ラメ感とかはあんまりないですね。でも本当に乗せた場所にピタッと密着してあんまり動かないので、ハイライトにはすごいいいかもしれないです。ピンポイント的に乗せれますね。ちょっと難しいかな。でもなんかあんまりぼかすことができないから失敗しちゃうと結構難しい。はい、こんな感じです。こっち側にパールホワイトを塗ってます。そしたらこっち側にパールピンクを乗せていきます。結構少しでいいんですね。これくらいでいいんだと思う。パールピンクは鼻筋にも乗せていきます。パールピンクはおでこにも乗せてみます。血色感が出ますね、すごい。でも白よりはすごい全然ナチュラルですね。え、でもピンクでもすごいハイライト効果がありますね。こんな感じです。こっち側はパールホワイトで、この目の下とC ゾーンと顎にのせてます。でこっち側はパールピンクで、この目の下と C ゾーンとこのおで T ゾーンと鼻筋にのせてます。照明を消してみるとこんな感じです。あんまりツヤ感とかは全然ないですね。色がのるタイプです。顔に血色感がない人はこっちのピンクのハイライトの方がいいと思います。思ったほど薄くないっていうか、ちゃんとねこう白く立体感をね出してくれる感じでした。そして結構しっかりめに立体感を出したいっていう人はこっちのホワイトの方がおすすめです。2本で比べるとパールホワイトの方が結構がっつりめに立体感が出ますね。こっちは結構ほんと少量でもすごくねパッと顔が明るくなります。まあ、どちらもねハイライターっていうことではあったんですけど、こう
ラメ缶とかパール缶が全く入ってないので、どちらかというとコントロールカラーみたいな感じで、こう下地としてちょっと仕込んでも肌が明るく見えるような感じで、いろんな使い方ができるのかなって思いました。意外とテクスチャーが固めで、あんまり伸びないんですね。しっかりと立体感を出したい部分にちゃんととどまってくれて、すごいね、いい感じに立体感出してくれてると思います。はい、ということで最後まで見てくださってありがとうございました。チャンネル登録、チャンネル登録ボタン横にある通知ボタン、評価コメントよろしくお願いします。 Twitter、Instagram も頑張って更新しておりますので、よかったらチェックしてみてください。ゆちゃんでした。バイバーイ。